僕スタジアム行ったことあるんですよ、いいスタジアムでしょ、セントジェームズパーク、あそこ雰囲気ありますよね、はいはい、ロンドンオリンピックの時に行かせてもらったんですけど、すごいいいスタジアムでしたね。スペイン戦、こぼれを拾いたいのが浦和、それをバーンズが中つけて、おーっと抜けました、イサク打った、いやすごい、一回引っかかったかに見えた、しかしそれじゃ終わらなかった。いや強烈ですよね、ここのパス交換も含めてですけど、まあ、立ち上がりからですねテンポが速いんですよね、プレッシャー来る前にボンボンボールが動きますから、裏の選手たちがボールホルダーにプレッシャーいけないんですよね。でここのところもね一度裏に取ってみたらボール奪えたかなと思いました。今伊藤が下がって受けました、まあ、左はおーっと危ない、これでハビーバーンズナイスカバーを新たに加えました浦和、これちょっとねドキッとしました、ちょっとしたコミュニケーション、はい、左の奥を狙います、これで中見て入れた、リッターシュート、同点、23分追いつきました、浦和レッズけど、これだけ速いボールなんでね、はい、よく合わせて枠に飛ばしたと思いますね。これでマーフィーが幅を取ります、内側からアンダーラップを追い越した、リブラメントのマイナス、後ろからハービーバーンズ、ホールが間合いを詰めます、ジョエリントンも寄ってきました、グスタソン、石原のスプリント抜けた、石原接触してない、あ、してた、してました、石原いいランニングでしたね、はい、あペナルティの外ですね、はい、おっと伊藤の PK 止めました、ポープ、ニックポープです。肩にしてから伊藤のまあ、飛び出しがだいぶ目立つようになりました。これはポープの見事なショットストップでした。さあホールです、左ウィングの新田が奪った、さあ新田いった、踏み込んで新田打つ、ナイスキーパー、長い手出しましたホープ、そして大久保のシュート、ポープが多かったグスタフソンに今ロングスタップが早めにプレス、大久保にバーンがいって、イサクループ、ナイスキーパー、家川、最後イサクちょっとタイミングが、おお浮き球でウィロック、ジョエリントン、マーフィー止めてロングスト、マーフィー左足、クラフトを踏み込んだ、バーンズ打った、ナイスキーパー、その後ボールを奪って裏の選手がワンタッチでやっぱり一番ゴールに近い選手を狙ったのいいと思いますね。ウィロック、あ、残ったマーフィー、右足、ウィロックのところから始まって一気にマーフィー相手の先に触ってかわしていきましたからね、はい、裏としてはどうしても触れそうなんで飛び込んでしまうんでね、入れ替わってしまって最終的にはフリーの選手にシュートを決められてしまったという感じですね、はい、しっかりゴールキーパー見て流し込みましたね。コールが受けます、寄ってきましたイサク、収めた、おお横に向いた、そしてマイリー広げた、マーフィー踏み込んで、うあ打った、コース狙った、見事なフィニッシュ、なんと見事なフィニッシュ、ジェイコブ・マーフィー、裏の選手たちは引っ張られる、はい、でできた右サイドのスペースを使われてスルスルっと運ばれてですねシュートコースうまく作って、はい、コースを狙ったシュートですね、強いシュートじゃないですけど本当にコントロールショットですね。石原に少し寄って背後に動いた新田、武田のパス、中島のシュート、ナイスキーパー、切り返して小泉キープ、上がったポープ、渡辺打った、チアゴサンタナ、またポープ、ルイスホール、コース変わってネットを揺らしました、
左利きサイドバック、見事な左足ミドルショット。ちょっとボールが見えないぐらいね、体をうまく使われて反転されてキープされて剥がされてって感じでしたけどね。ハリソンのパス引っ掛けましたが、これでエカニット左足、これで飯田主審終了の笛を吹きました。 J リーグインターナショナルシリーズ2024パワードバイドコモ。